ベニヤマタケは、ヌメリガサカ、赤ヤマタケ族の菌類。英語では、スカーレットフード、スカーレットワックスキャップ、ライチャスレッドワクシーキャップなどとも呼ばれる。北半球の日本、中国、ヨーロッパ、北、アメリカなどで見つかっている。小さく発色の良い赤いキノコであり、ヨーロッパでは、 バンカから秋に耕作されていない草地に見つかり、北、アメリカでは冬場に森林で見つかる。ベニヤマタケは最初、ドイツの学者、ジェイコブ・クリスチャン・シェーファーが、タケ類に分類した。その後、1838年にエリーアス・フリースが、ヌメリガサ族に分類し、1871年、ポール・クンマーが、赤ヤマタケ族に分類した。学名のコキシニアは、 ラテン語でシンク色の意味がある。ベニヤマタケは小さい、生えた初めの頃はベルの形にいっており、その後徐々に平たい形になっていく。傘は2から5センチメートルであり、色はシンク色でヌルヌルしている。ヒダは柄にくっついており、厚く広く広がっており、紅い黄色である。胞子は白色。 卵形の胞子であり、大きさは7から 9.5x4 から5マイクロメートルである。柄はツバなどが存在せず、色は黄色っぽい赤で2から5センチメートルの高さであり、幅は0.3から1センチメートル程度である。肉は黄色っぽい赤色で、味は薄い。ベニヤマタケは広い範囲に分布しており、工作の行われていない草地に多い。 ヨーロッパでは8月から10月に見ることができる。イギリスでは他の赤山竹族のように霜の生えるまでの晩秋が一番良い季節である。北、アメリカでは赤松の下や森の中で冬に見かけることができる。ネパールのサガルマータ国立公園やインド、中国、日本ではツ,ツジの下や多くの下に育つことが確認されている。 オーストラリアで初期にハイグラサイビーコキシニアとして特定された標本は赤沼ベニタケとハイグラサイビーカンドラに再度分類された。ベニヤマタケは過食であり、日本では山口県において赤縄の,の地方名で古くから食用とされている。A.B. ニルソン S& パーソンをフンギオブノーザンヨーロッパにジル。 フンギ、ペンギン、ピアニッシモ、P22、ISBN0 から14から063006から、6AB フィリップス・ R マッシュルームズ、ロンドン、パンマク・ミラン、ピアニッシモ、P75、ISBN 0、0から330442376アローラ、デビッド、マッシュルームズ・ディ・ミスティファイド、A コンプリヘンシブ・ガイドツー・ザ・フレッシュフンギ、バークリー、10スピードプレス。 ピアニッシモ、ピアニッシモ、114、ISBN0 から898151694、ギリエー。ラナピー、サム・ファイヤー・フンギ・フロム・サガーマタ、ナショナル・パーク・アンド・イッツ・ア・ジョイニング・アリアズ、ネパール。サイエンティフィック・ワールド5、67から74、ヤング。AM。フンギ・オブ・オーストラリア、ハイグラ・ファラッチ、シロ、キャンベラ。 アクト、ピアニッシモ、P148、ISBN0 から643091955。ありがとうございます。